王将戦七番勝負の第6局は、瀬戸市出身の藤井五冠が将棋界のレジェンド羽生善治九段に勝利しました。羽生先生の持つ良さであったり、あるいは自分の課題というのをより、感じたところは、ありました。地元の商店街ではくす玉が割られ、初防衛を祝いました。ご自身の指したいようにさせてたのかなっていうのをなんとなく感じました。藤井五冠は史上最年少での六冠達成を目指し、今月19日に棋王戦第4局に挑みます。